キャプテンって重責だけど、すっごくやりがいがあるの。もしも野球少女露崎真昼の野球対決の再戦前の様子が覗けたら、これはそんなテーマから生まれた短編劇。用具のチェックはこれでよし。あとは配給が単調にならないように表にして。露崎さん、あ、やっぱりもう一回用具チェックしとこう。よし、キャッチャーミットはバッチリ、ユニフォームもほつれなし。あー待って、シューズ紐の劣化も気になる。露崎さん。いやー、びっくりした。天童さんどうしたの。失礼しました、先ほどから何度も声をおかけしていたのですが、繰り返し道具の確認をされているようでしたから。え、私そんなに同じことしてた。そうですね、およそ10分ほど同じ作業をされていました。そっか。明日の再戦を前に心が落ち着きませんか。やっぱり伝わっちゃうよね。なんだかずっとそわそわしちゃって、大切な試合の前はいつもこうなっちゃう。もうちょっとどっしり構えていたいんだけど。なるほど、それならばありきたりですが、験担ぎはいかがでしょう。験担ぎ？ええ、成功経験の前に自分がしていたことを思い出し、勝負事の前にそれを繰り返す行為。私はそういったまじないのような事柄はあまり信じないのですが、この行為は心を整えるのに最適かもしれないと考えまして。心を整える。そうです、前と同じことを繰り返したから今は大丈夫。これは一見問題を放置するようにも見えますが。そっか、験担ぎをしたから大丈夫って心の消耗を抑えることもできるんだ。その通りです。精神の摩耗こそ勝負事の前には避けたいですからね。ただし失敗してもその験担ぎのせいにしてはいけません。あくまでもそれを決めたのも自分であるという意識を持ちつつ、気軽に始めてみては。うん、少なくともこのそわそわはなくなりそう。よし、成功前にしていたこと、成功前にしていたこと、あ、ふんふんふん。爽やかなビシソワーズにとろけるマッシュポテト、こちらはガレットでしょうか。真昼芋をふんだんに使った素晴らしいごちそうですね。北海道にいた頃を思い出したんだ。試合前はこうやってお母さんがたくさんごちそうを作ってくれたなって。肝心の試合は勝ったり負けたりで験担ぎとは言えないかもしれないけど。心は整いましたか。うん、おかげさまで随分落ち着いてきたみたい。では冷めないうちに皆さんも呼んできましょうか。そうだね、みんなもきっといろんな気持ちでいるだろうから。カレンちゃんや神楽さんも全員と一緒に食べたいな。素晴らしい験担ぎだと思いますよ。うん、私もそう思う。素敵なアドバイスをくれてありがとう、天童さん。いいえ、こちらこそ。ごちそうさまです。最初は私がキャプテンっ
って不安だったんだけど、カレンちゃんが背中を押してくれたんだ。みんなを一番に考えてくれるまひるちゃんにぴったりって、それが嬉しくて真意に気づけてなかったの。みんなの中には私も含まれてるってこと。私のための野球、忘れないようにしたいな。もしも野球少女露崎まひるのささやかな日常が覗けたら、これはそんなテーマから生まれた短編劇。まひるちゃん、少しご相談があります。どうしたの、カレンちゃん、そんなに改まって。あ、もしかしてポジションの相談？やっぱり私を選んでくれるとか？ダメだよ、すっごく嬉しいけど、ポジションは実力で勝ち取らなきゃ。私は正々堂々カレンちゃんのキャッチャーを。そっちじゃなくて、実はね、ちょっと考えてることがあって。考えてること？うん、それはどこ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 どん、魔球開発。拍手ありがとう。さっきジュンナちゃんに教えてもらった野球漫画を読んでたら、魔球っていうのが出てきてね。主人公が光る魔球とか消える魔球とか、いろんな技を開発してたんだ。で、私もひらめいたの。誰も見たことがない球を発明したら、チームは無敵になるんじゃないかな。確かにその通りだと思うけど。でしょでしょ。なので、まひるちゃんと一緒に考えたいなって。私と一緒に？よーし、二人ですごい魔球を考えちゃおう。まったくもう、貴重な休憩中に呼び出すやなんて。ほんで、実験って何ですの？実は最近、すっごい技、魔球の開発をしてまして。ああ、なんや、毎日お相まで騒いではるわと思ってたんよ。そんなことしてたんかいな。そう、そしてついに昨日、この無敵の魔球が完成したのです。です。なんやテンション高いな。まあ、絵は無敵かなんか知らんけど、このカオル子様が気持ちを打ち返してあげましょう。それはどうかな。来てみなあ、はよ投げや。今だ。しもた、見逃してもうた。やった。ついに完成した。なかなか投げないで相手の首を長くさせちゃう魔球キリンボール。興味深く拝見していたのですが。天童さん、見ててくれたんだ。すごかったでしょ。いえ、何と言いますか、それは遅延行為で反則では。あ、本当だ。そんな。キリンボール破れたり。ごめんね、カレンちゃん、私どうして気づかなかったんだろう。ううん、まひるちゃんのせいじゃないよ。いや、おかしいやろ。貴重な休憩時間使わされたうちをまず気遣いなはれ。うん、だけど魔球開発は諦めないよ。いつかまひるちゃんと一緒にすっごい魔球を見つけるんだ。カレンちゃん、人の話
を聞かんかい。もうもう、なんやのこの決体なバッテリーは。ある意味、何をせずとも無敵ですね。